ニュースピックアップ。今朝は週刊新潮編集部鈴木雅也デスクに今日発売の週刊新潮の記事から話を聞きます。鈴木さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今週号の週刊新潮トップ記事は悠仁さま赤点危機で赤門赤信号とあります。赤点、赤門、赤信号、赤という言葉連発なんですが、この記事、悠仁さまの東大進学が難しい状況にあるというそういう話でしょうか。そうですね、これ、まあ、断定的には言えませんけれどもね、はい、まあ、そんなことを言う人も出てきているということなんですけれども、まあ、悠仁さまは筑波大附属高校にこの春進学されたわけですよね、はい。でまあ、ここは東大に毎年3、40人ぐらい、まあ、入学する、ね、有数の進学校なわけなんですね、はい。で成績があんまり芳しくないっていう記事をね、先日週刊新潮じゃないですよ、女性自身が報じたんですよ。そうだったんですか。そうなんです、でその内容っていうのはね、悠仁さまが現代国語の期末試験で、赤点レベルの点数を取られたみたいに報じたわけなんですよね。一応ね、女性自身がそんな風に報じていたのでね、そうですか。まあ、我々としても、まあ、それなりに、まあ、取材をしてみたってことなんですけれども、まあ、そうすると悠仁さまの成績っていうのは、まあ、科目によってムラがあるみたいなんですよね、でまあ、原告がたまたま悪かったのかっていうところなんですけどね。まあね、そういうこともあるんでしょうし、まだ高校1年生ですからね、そうなんですよ。だから高1なんてまだまだね、取り返せると思うんですけれども、ただ、この悠仁さまの成績については、まあ、お母様のね、紀子妃殿下がね、一喜一憂されているっていう、まあ、なんかそんな裏の事情があるっていう話なんですよね。ということは、それがある意味悠仁さまのプレッシャーになっているということかもしれないってことですね。まあ、その可能性はあるわけですね。お母様の紀子妃殿下って、まあ、実際悠仁さまがね、これ立場上やっぱり学校の中で目立つ存在なわけですからね。そうですね。それだけに恥ずかしくない成績を、まあ、収めてほしいというか、切にね、願っていらっしゃるということなんですが、まあ、それっていうのも特にね、今年の2月に、高校受験と前後してね、悠仁さまの作文コンクールでなんか無断運用ね、みたいな話が出て、それで、紀子妃殿下はやっぱり悠仁さまの、まあ、将来のね、お世継ぎとしてのね、イメージダウンみたいなことにならないかってことを、これ結構、まあ、憂慮されてたってことなんですよね。まあ、そんなこともあってですね、これやっぱり、お母様の紀子妃殿下って、悠仁さまの学業にね、まあ結構ナーバスになってらっしゃるんじゃないのって、まあそんな見方があったわけですね。まあ、その紀子妃殿下のお気持ちは理解できる部分もあるんですけれども、ただ先ほども言った通り高校1年生ですから、そこまでナーバスにならなくてもとも思うんですよね。いや、本当にそうなんですよ、お母さんがね、ナーバスになって子供にいい影響を与えるってことは、まあ、あんまりないと思うんですけれどもね、まあ、ただ筑波大附属高校っていうのは、まあ、今まで悠仁さまが過ごされてきた学校以上にね、周りに優秀な生徒が、まあ、多いわけですよね、でここの学校っていうのは学校で受験のための授業なんか全然やらないので、それだけにね、逆にその1年生のうちから、しっかり塾に通って受験対策するなんて子が、まあ、多い学校なんですよね、まあ、ただね、その将来のお世継ぎに、まあ、必要っていうのが、まあ、受験の突破力なのかどうかっていうね、それを考えたときにもちろんそれだけじゃないわけですから、まあ成績が若干振るわなくたって東大に入れなくたってね、こんなに問題することじゃないような気がするんですけれどもね、で悠仁さまは今年の夏休みなんかはね、宮廷で、魚とかね、昆虫観察されたりね、農作物をね、栽培されたりね、またご両親とですね、八ヶ岳にね、ご旅行に行かれたり、結構楽しまれて、まあ、いたみたいで、こういう活動っていうのはやっぱりね、将来のお世継ぎにとってはね、やっぱり貴重な経験になると思うんですよ。まあ、ただね、受験っていうことだけを考えると、周囲にはね、やっぱり夏期講習で一生懸命勉強してるなんて、たくさんいるわけですから、そうすると、それに比べるとちょっとのんびり夏休みを過ごされちゃったなんていうことになるのかなと。でその結果まあ、仮に成績がまたどんどん下がるなんてことになると、周りからいろいろ言われかねないと、まあ、っていうのはですね、筑波大附属高校に入ったこれってちょっと身の丈に合わなかったんじゃないかなんてね、まあ、声がね、まあ、出てきちゃう可能性もあるわけですよね。まあ、だからそんなこともね、紀子妃殿下は、
ングされていて、はい、で、まあ、その結果、悠仁さまもね、まあ、もう東大無理なんてご自身で諦めちゃう、そしたらどうしようなんてことをまあ危惧されてるっていうようなことが伝わってくるわけですよね。まあ、確かにね、その学力がどうこういう以前に勉強へのやる気というのがまあなくなってしまったら、じゃあその学校で頑張っていこうとかいう気力も失われかねませんものね。そうですね、やる気失っちゃったら本当に大変だと思うんですけれどもね、はい、まあ、ただ今の悠仁さまはやっぱりこの、まあ、立派な学歴も大事なのかもしれませんけれども、まあ、その前にまずは立派な人格をね身につけていただいてね、はい、で将来の天皇としてのご自覚をねしっかり持っていただくと、まあ、こういうことがね、大事なわけですから、まあ、その結果ね勉強も頑張って受験も成功すればね、はい、まあ、それはそれに越したことはないんですけれども、はい、ただ人格の方が後回しになっちゃったらどうかっていうような心配をする声は、まあ、周囲にあるみたいなんでね、ですからその辺の声がね紀子妃殿下に、まあ、届くかどうかっていうところなんですよね。まあ、そのあたりね紀子妃殿下もあと悠仁さまもお気づきになって、この先お進みになっていただきたいもんですよね。いや本当にそうなんですよ、まあ、このね秋篠宮家っていうとね、まあ、ちょっと子育てを失敗しているようなところもかつてありましたんで、はあはあ、まあ、多分寺島さんとしても、もう子育て間違えないでくださいねと思ってらっしゃると思うんですよ。そう、次の話いきましょうかね。そうですか、次の話、はい、今週号のですね週刊新潮が悠仁さまの話題と同じくらいの大きさで報じているのが、まあ、先日残念ながら火事で亡くなった元プロ野球選手の村田兆治さんの記事です。題して愛妻と別居、2階の居間から検出されたものは自殺濃厚、村田兆治一人ぼっちの寂寥とあります。まあ、寂寥というのは物寂しい様子感じという意味の言葉ですが、村田兆治さん火事による事故死ではなくてこれ自殺だった可能性が高いんですか。まあ、警察は完全にそう見てるみたいなんですよね。そうですか、まあ、火事の現場を目撃した人たちにも話を聞いてるんですけれども、村田さんの家の2階からね火がバーッとねこう燃えてね、はい、でガラスがバリバリバリって割れるような音が聞こえた後で、村田さんがですね担架に乗せられて運ばれてきたっていうんですね、はい、でこうねお腹をこうベロッとめぐってですね、心臓マッサージ一生懸命施していたということなんですけれども、はい、でその後警察に村田さんかどうかね顔の確認を求められたって男性にも話聞いてるんですけれども、まあ、村田さんはとっても綺麗な顔でね、ただ寝ているだけのように見えたという証言なんですよ。ということは顔は無傷だったってことなんですね。そうなんですね。でしかもですね火事の現場からねちょっと不可解な点っていうのがいくつか見つかったりしてるわけなんですね。不可解な点ですか。うん、まあ、そうなんですよ。これ火が出たのが2階なんですけれども、はい、要するに火の気がない場所なんですよ。で村田さん出火した部屋の隣のね部屋で見つかったんですけれども、床に座った状態で発見されてるんですよ。それどういうことでしょう。まあ、亡くなったのはね、一酸化炭素中毒ということなんですけれども、はい、火事が起きた時にですね、まあ、村田さんが仮に眠っていたとするとですよ、大体そういう時はベッドの上に横たわったりしてるわけですね、はい、で仮に逃げようとして逃げ遅れたんだとしたら、まあ、大体床に倒れた状態で発見されるものだってわけですね、ところがですよ隣の部屋の床に座っていて、座ったまま一酸化炭素中毒ってことは、逃げようとした形跡がないわけですね。そういうことか。なので、そうなんですよ。だから警察はね、まあ遺書はないんですけれども、最初から村田さんの自殺をね、疑ってたんですね。で、さらにその後で、火元からですね、はい、油が少し検出されてんですよ。あ、油が少しですか。そうなんですよ。これ、まあ、灯油かなんかみたいなんですね。まあ、ですから、あるはずがない油なので、はい、まあ、警察はね、やっぱり村田さんがね、灯油かなんか、まあ、巻いて火をつけてっていう可能性をね、まあ、疑ってるってことなんですよね。その村田さんですけれども、村田兆治さん、はい、高級住宅街のあの例の世田谷の成城にある一戸建てに住んでいたということですよね。そんな成城の豪邸に一人で生活していたってことですか。まあそうなんですよね。で、まあ、近所に住んでいる、まあ、女性に聞いてもですね、あの
十何年か前に村田さんの、まあ、奥さんから電話があってね、自治体を抜けたいんですけれどもと言われて、で自治体の電話番号をね、まあ、教えてあげたらですね、その次の月ぐらいにですね、その自治会の回覧板から村田さんの名前がなくなってたっていうんですよね。で、それから少しして、奥さんの姿を見かけなくなったと。で、それに対して村田兆治さんは、はい、ご近所の方にはね、妻は関西の実家でね、両親の介護してるんだっていうふうな説明をなさっていたみたいなんですけれどもね。まあ、お子さんがね、男女一人ずついらっしゃるんですけれども、まあ、二人とも結婚して独立されてるんで、で、奥さんが、とにかくその家を出て行ってからですね、はい、一人でね、正常の、立派なお屋敷を住まわれていたってことなんですね。ということは、10年近く一人暮らしをしていたってことになりますかね。まあ、そうみたいなんですよ。村田兆治さんといえばですね、今年の9月ですよね、はい、あれ。そうですね。羽田空港の保安検査場で暴行事件っていうか暴行騒動を起こして現行犯逮捕された、まあ、そんなニュース私も番組の中で伝えましたけども、あの事件以来その家に引きこもり気味だったという情報もあるようですね。そうなんですよ。相当ショックだったみたいでね、まあ、ご近所の方もね、おっしゃるのは、まあ、以前はね、まあ、例えばその孫がいると庭でね、村田さんがキャッチボールをしてくれたりね、なんかバットの握り方を教えてくれたりね、すごいいいおじさんだったみたいで、はい、で、まあ、比較的最近までも、まあ、普通に買い物に行かれたりね、まあ、ゴミを出されたりと、そういう姿が、まあ、本当にごく当たり前に目撃されていたんですけれども、あの事件があってからですね、村田さんが外に出ている姿を見た人ってのは近所にほとんどいないんですよね。だからやっぱりあの空港のね、きっかけに家にね、引きこもってしまわれたみたいなんですよね。ということはやはりいろいろ悩んでたんですかね。いや、どうもそうなんですよ。あの人ものすごくプライドが高くてね、すごい村田だっていう、そのために努力を重ねてきた人なわけですね。まあ、ところがね、あれ崩れちゃって、ですから、ロッテ時代のね、まあ、同僚って、まあ、監督もやった、有藤道夫さんですね。はい、有藤さんも、村田はああいうのすごい気にするタイプで、すごいショックだったと思うし、自分のことをすっごく責めてたんじゃないかと想像しますよっていうね、おっしゃってたんですね。まあ、ただね、その前からちょっと、まあ、孤独でね、暮らしていらっしゃったっていうのは影響があるのかどうか、事件の前にもね、こう、高いテンションがこう続くかと思うと、まあ、急に無言になったりするんで、もしかしたらちょっと鬱っぽいんじゃないかなって感じたとね、そんな話をする野球関係者もいるんですよね。今の話聞いてると、やはり今回の火災事故は自分で起こしたという可能性も否定はできないようですね。まあそうなんですよ。まあね、遺書は見つかってないけれどもですね、はい、この村田さんが置かれていた状態とか、この火災現場のね、いろんな痕跡なんかを見る限りですね、はい、やっぱりその可能性否定できない感じですよね。残念ながら。はい、改めて謹んで哀悼の意を表します。今朝紹介した記事、気になる方ぜひですね、今日発売の週刊新潮をお読みになってください。週刊新潮、鈴木雅也デスクでした。鈴木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。